ーし、オッケー。おいおい、大岩の方が強かったぞ。インディージョーンズ風大岩の方が強かったぜ。ベラベラゾーマよ。ベラダーマか、ベラダーマ。メラゾーマに引っ張られてる。おい、来たよ。ハートの器。あ、やばい、今回これハートのかけらあったかな、この炎の神殿で。来たぜ。シュキーン、これで9個か。いいね、いいね。よっ。よし、オッケー。爆弾も全部補充しておきました。爆弾袋ちょっと拡張したいな。今これさ、この爆弾袋を取るダンジョンだから爆弾豊富に補充できましたけど、次あたりから多分ね、いつでも爆弾補充できるわけじゃなさそうだし。さあ、来たよ。ゼルダ、あ、いるじゃん。すげえ、なんか、白いドレスみたいなのまとってる。純白ドレス。あ、インパと一緒にいるよ。リンク、あ、ようやく会えたの。なりません、ゼルダ様。先ほどご説明したように今は耐え忍ぶ時です。インパ細っ、モデルみたいだな。東京ガールズコレクションみたいな。な、七尾的な、なんか不安になるぐらいめちゃめちゃ細いわ、インパ。すごいね、これ。あんなんでなんか忍者のようにね、ポンポン飛び回るんだから。あ、なんかもうゼルダも、リンクごめんね。なになに、意味深な。俺ね、このパート1でもちょっと申し訳だと思うんですけど、途中までしかやってないのよ。だからストーリーがマジで分かんなくて、なんでゼルダがこれでリンク久しぶりに会えたのに、ようやく会えたのに、怖い怖い。なんでゼルダがリンクに対してこんな態度を取ったのかっていうのが分からないんだよね、俺。いや、楽しみだな、これ。お前のお顔遅かったの、お前見ていると女神様は選ぶべきものを見誤られたのかと思うぞ。そんなざまでは到底あのお方をゼルダ様をお守りすることなどできない。私の物言いが気に入らんか。だが私がここに来ていなければ今頃ゼルダ様は奴らの手中だった、はっきり言って。まあ、確かにそうだな。お前は間に合わなかった、ゼルダ様をお助けできなかったのだ。ゼルダ様はおのれの運命を知るべく次の地へと旅立たれた。導かれし者よ、自らの力でゼルダ様をお助けしたいのなら、お前も与えられた試練を受け止めろ。そうして初めてゼルダ様の力となれる。分かったな。これもうちょっとグーの音も出ねえもんな。確かに間に合わなかったし、インパがいなければギラヒムにさらわれていたところだったもんね。あ、これでまたスカイウォードを当てて次の石板だわ。リンクはこれ悔しいよね、これ。大地の泉、これさ、なんかさ、裏側になんかあったりするのか。なんかここは確かに回ってなかったよね、俺。あ、あるある、そういうことか。裏に回ればなんかいろいろあるんだ。結局まあ今回空き瓶は使わなかったんだけど、あ、ただの水をで、そうか、何も入れないよりかはいいのかな。何も入れねえよりか、いやー、ちょっと待って、俺違うんだよ。バシャーンなるよね。おい、違う違う違うって、こうなるって。へい、こうなるから。難しい、これ。はい、てか注目すればいいのか。今 Z 注目できたから、注目してから救えばいいんだ。そういうことだ、そういうことだ、そういうことだ。 OK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 。 まあでもハートが6個ってことだから、まあぜ、まあまあまあ、とりあえず全部持ってこう。とりあえず全部持ってって、
ほい、オッケー。いやー、なんかいるだけ持ってきたい気持ちあるよね。ちょっともったいないなーと思っちゃいますけれども。さあ、ということで、水の呼吸1の方、水面切りといきましょうや。なんかもうごめん、間違えた。ボタン間違えた。爆発させる気満々だったわ。殺傷。殺傷能力が高いリンクですね。ペーン。なんか、プレス4のトロフィー取った音に似てる。ペーンって、どっかで聞いたことあるなと思った。任天堂のゲームで言うのもあれですけど。さあ、またファイの謎の美しいダンスタイムの始まりですよ、これ。これ謎のダンスだけどすごいなんかいいよね、美しいよね。メインテーマっていうのもあるし。空より来たる巫女大師の泉へでついに運命の地へと向かう。砂の大地ラネール、大いなる使命を携えし者、時の扉をくぐりこの地へ至る。ということで次は砂漠ですね。ラネール砂漠いきますよ。王宝珠の石板を手に入れた思い知り作られたかなり古いものだ。さあ、マリマラスヤンシャンさん、戻ってからまた出てくるっていうのがちょっと面白いね。ゼルダ様はここでも泉にて身を清めていたようです。そして先ほどの声によればラネールと呼ばれる地域へと向かったと推察されます。石板を神殿に持ち帰る。あ、オッケー、ラネール地方に行こうか。よいしょと。あ、これで埋まった。4つじゃないのか。こういうの4つと相場が決まってるもんでしたけど、じゃあ次で終わりなのかも。まあでもこれなんかあれだよね。まだまだあるということよ。これで終わると早すぎるし、まだまだハートの数もね、中盤にはもうまだ差し掛かってないという感じがあるから。ということで、南西の空に3番目の雲の穴を確認、新しい大地へと降り立つことができる。準備を、あ、そうか、ちょっと待てよ。なんかね、ビリビリ痺れさせてくる敵がいた気がするのよ。今まではなんか炎のダンジョンにいたから盾は鉄の盾でよかったけど、今回は鉄の盾と木の盾両方持ってった方がいいような気がする。持ってった方がいいと推察。ちょっと持ってくわ。で、なんか改造とかできねえかなっていう感じかな。改造も視野に入れて木の盾を持っていこう。鉄の盾、木の盾両方持っていきます。まずこのちょっとダメージ受けちゃってる木の盾を修理したいんだけど、あ、10ルピーでできんの？全然やるわ。 OK、 めちゃめちゃいいやつじゃんこいつ。なんかムジュラにもさ、なんかリンクの剣を強化してくれるなんか鍛冶屋いたよね。うごーみたいなさ、なんか人号を発さない、そんな人いたよね。と、なんかちょっと金にがめついやつみたいな、なんかそんな2人組でやってた気がするわ。で、これで次は改造だよね。改造してなんか耐久度上げたりできるわけよ。まず木の盾かな。あー、ぷよぷよした塊があればちょっと固くできるんだけど、ぷよぷよした塊取れないよね。結構いろいろなチュチュ倒してるんですけど。で、あ、これできる。オルディン鉱石、魔物の詰めどころ。おー、オルディン鉱石いっぱい取っといてよかったわ。これで改造すれば元に戻せんけどいいかな。あ、いいよね別にね、元に戻す意味もないし。 OK、
ドンキーコング64みたい。オーケー、おーバナナみたいな。いいねいいね、できた、受け取れ。いいね、縁取りされたわ。 YouTube のサムネイルもね、縁取りすると結構目立つよ。サムネみたいになったわ。硬い鉄の盾に改造してもらった頑丈な鉄製の盾、普通の鉄製の盾より丈夫な作り。あ、じゃあ木の盾も丈夫にしたかったな。でもさ、なんかさ、コメントによると、この木の盾、もらった木の盾なんですよね。先生からもらった木の盾。このデザインは、これだけだと。先生からもらった木の盾特有のデザインだから、大事に使った方がいいよっていうコメントをいただきました。ってことで、これは5章大事に使っていこう。でもそっか、改造しちゃうとあれかな、デザイン変わっちゃうのかな。だからこれはもう使わずに、もう取っておくことがね、一番いいのかもしれないんですけれども。で、あとちょっとテリーの店をチラ見したら、あ、ここになんか宝箱ある。ちょっと待ってね。あ、これあれか、潜れるようになんなきゃダメ系だな。この、ここの宝箱。これ。この水の下から、なんか何らかのダンジョンをクリアして水中に潜れるようにして、で、多分奥にあれ水場があるよね。ここから出てきて、あの宝箱開くっていうことか。はあ、じゃあ今からの ラネールで潜れるようになるということか。いや、もうやることがたくさんなわけですわ。ねえ、ほんとに。で、テリーの店。あ、なんか、テリーの店のここにもなんか、宝箱っぽいの。あ、違う、ちょうど被ってるのか。テリーの店が宝箱と被ってるだけだ。ややこしいな。ビートルで。いっけー、俺のビートルー。ラインナップなんか変わってなさそうではあるけどね。しかもテリーの店高いんだよな。高いからよ。さあテリー来た、久しぶりね。おお、あ、そうか、ポーチか。ポーチ拡張欲しいな。あおう、命のメダル、メダルっての持ってるだけでいろんな効果。これ命のメダル持ってるだけでこんだけ高いってことは、なんか敵倒すとハートが出やすくなるとか、なんかそういう系っぽくない？だから虫メダル持ってるとマップに虫のいる場所が現れるという。大変優れたメダル。ちょっと高いけど虫を取るのが趣味の人は絶対1000ルピーだもんね。まず買えないもんな。だからこういうので、予備の財布。威力持ってる財布300ルピー。これ買ったよな、でもな。最後は準備を取れないと GM からさらば。これ持ってるもんな。おお、だから予備のポーチか。これ欲しいな。300ルピーだったっけ、買えたっけ今。あー、300欲しい。じゃあ300貯まったら、ちょっとこの予備のポーチを。ちょっと待ってくんな。何よ何よ。龍が乗ってきてかなり重くって、身一生懸命こいたら何も買わずに帰るか。それならさっさと降りるね。本当に細かすぎて伝わらない選手権じゃねえかよ。冷やかされるとこうなるのか。確かにあんだけ苦労したのに冷やかしになったら、確かに腹も立つけど、あんな作りにしたのはお前だろうが。お前の店をあんな作りにしたのはお前の責任だろうと言いたくなるが、だってお金がないもん。お金ないから許してよ。さあ、ということで、じゃあ行くか。ラネール隣石場。さあ行きますよ、3つ目のダンジョン、3つ目の地点へ。まずダンジョンにさ入るまでが長いよね、これ。このゲームボリュームたっぷりっすわ。マスターリンクに送るラネール鉱山に到着しました。すごい、なんか荒廃しとるやん。ここ数百年で一気に砂漠化が進んだ乾燥地帯。そうだよね、砂漠になってもんね。うぃー、あ、もうこれで終わっちゃうぜ。いやー、なんかあるのよ。これで終わりなわけないじゃないか。こんな大ボリュームそうなゲーム。まだまだあるわけよ。
このエリアの先にゼルダ様を向かわれたと推測されます。行くぜ。なんだなんだ、ダウンジング。あー、そうかそうか、これ探せということね。まあ、これで探しつつ、ちょっとお金も稼ぎたー。危ない危ない危ない。急にまた。で、こういう モニュメントもさ、また俺言いづらくなっちゃった。モニュメントが言いづらい男。なになになに、はあ、なに、この物体は破損から長い年月が経過していると推定、話してる内容は解説。話してる内容ってことは、まだ意識がある的な。なになに、あ、でも爆弾がある。あー、オッケー、スカイウォードがあるわ。これはいいわ。水の呼吸、水面切り。もっと炭治郎っぽく言えって。炭治郎っぽく言えってか。それか善逸っぽく言えってか。あ、だから爆弾補充できるわ。よかったよかった。爆弾補充できるんだったら、これ全部吹っ飛ばせるね。よしよし、まあまあまあ、塵積もよ。塵も積もれば山となるわけ。あ、絶対なんかこれ打つとさ、絶対なんかあるやつっすわ。パチンコでいいのかな。でもこういうのパチンコで打ちたいよね。えい。あれ違う。なんだ、もったいねえ。でも絶対なんかあるって。なんだ、反応もしないから怖いけど。なんだ、とりあえず進むしかないのか。チームしていますが、動かす。おい、落としちゃっていいのかなこれ。でも落とすしかないような気がするが、そうだよね、ガン。でこれでまた爆弾。爆弾、うわー、いた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 。これしびれるんじゃねえかこれ。キチュチュ、一定間隔で電気を発生させる女子、他の人と同じく油断すると危険です。電気を帯びている時に触れるとしびれてしまい体内に取り込まれる。怖い怖い、ちょっとエッチ。エッチよ。リンクがスライム攻めにあってしまうぞ。ビリビリしてる時に攻撃しない方がいいってことよ。でなるべく魔物の素材とかも欲しいんだけどね。これじゃああれか、爆発させろっていうことでいいのか。爆発すると何かある。ってわけではね、まあお金が手に入ったのはいいけど。あー、そっかそっか、これで足場にして上に登れということよ。ただただそれだけの話だ。あ、でいつの間にかも299ルピーだから、もうちょっとでテリーにまた募集とされなくてよくなるわ。予備のポーチを優先させたいところかな。いいよ、ほんでほんで。うわー、また出た。待て待て待て。おい。あー、違う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 、取り込まれ取り込まれ。エッチな感じになっちゃう。よし、置いて。一応こういうのね、まあお金っていうのもありますけど、回収しておきたいんです。いいよ。もしかしたらお金じゃないかもしれないし。一応これで300か。買い物しに戻ってもいいぐらいなのかもしれませんけれどもね。あ、なんだなんだなんだ、飛行石やん。ロムスカウルパロラピュタやん。発動させろということ。おい、ガン見してるリンク。そりゃ気になるわ。おおおお、あ、そういうことか。あー、もらったもらったもらった。なるほど、荒廃する前の数百年前の姿に、文明が栄えてた頃に戻せるっていうわけか。あ、そういうことね。すげえ。いやー、ほんとラピュタみたいな世界観になってきたね。うわー、音楽もなんか当時の栄えてる感じにちょっと戻った。いや、いいねこういう演出。時空石は、あ、時空石っていうんだ、飛行石じゃねえ。人間は乗れねえだ、あっち行ってけろ。勝ったけろ。この空間に時空の転移を確認。青い石に衝撃を与えた影響で付近の空間内だけ時間が遡り、過去の状態になっているものと推測。へえ、すげえ技術よこれ。乗れるんだこれ。あ、乗れるのね。いいのか、乗っちゃったよ、ごめんね。なんか乗っちゃいけないんじゃなかったっけ。おお、なるほど、これ乗んないとこっちに来れないということ。
なるほどなるほど。おーい、いいね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 。どん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 お金が手に入ります。で、あ、なんかホテルホテル、ウルヴァリン的なやつで。俺も持ってるよウルヴァリン。ホリホリクロいいよね。俺も掘りてえわ。で、話を聞けるということか。その変な帽子を取ってヘルメットをかぶって、変な帽子だと。これは由緒正しい帽子なんだぞ。あのチンクルだってかぶっているという。チンクルを引き合いに出すと確かに変だわ。変な帽子でしかね。お金手に入れて。最近変な奴らが襲ってくるけど、俺たち武器なんて持ってないから襲われたら終わりけど、そんなかウルヴァリン的な爪で戦えよ。アベンジャーズに入れるぞこれ。なんかこれかっこいいし可愛いねこれ。こいつらとてもいいじゃないか。名前なんつうんだろう。こっちから、あ、トロッコをこのエリア範囲内に押して起動させろということだ。でもちょっと待って、爆弾補充するわ。こっから先に持ってきて、こういうことね、起動させろということね。県境だね。こっから先東京で、こっから先群馬みたいな。ダメダメダメ、群馬県民に怒られちゃう、ごめんなさい。別に群馬をディスりたいわけじゃなかった。なるほどね、そういうことね。これで先に進めということよ。お、あ、なるほど、これでどんどんエリアを広げてきということね。うい、この演出すごいいいねこれ。しかもこう昔になればなるほどさ、どんどん文明が栄えていくっていうのがなんか儚くていいっすね。儚げですよね。なんか俺も掘るの手伝いたいわ。俺も掘りますぜ。熟成が俺たちは一回動かす大事なエネルギーだ。フラフラしてねえんでさっさと働けろ。ごめんなさい、ごめんけろ。俺だって働きたいけろ、勝ったけろ。時空石に興味があるのか。だったらラネール連石場を見学すると良いけろ。行くけろ行くけろ、ラネール連石場行くけろ。あ、分かった、これね、爆弾を投げ入れろということだけど、こういうことだけど、ムジラにもなんかこういうミニゲームあったよね。爆弾を、爆弾投げやみたいな。あー、また基地中ね。ちょっと待ってちょっと待って。 OK、あ、やばそう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 。オッケーオッケーオッケー。ああなるほど、こういうことか。はいはいはい。お、ん、なんか確かにこれやんなくてもいけるもんね。あーなるほどね、やっぱ全部試すべきなのよ。そして基地中なわけですよ。あ、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 クモ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 、アリコ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 が、おい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 。ラネールアントね。スロークに水源があるらしい。熱い砂漠の中でも生き抜ける虫。なんか俺虫取るときにさ、急になんか急にダサくなるのなんでなんだろう。虫の取り方もうちょっとなんかスタイリッシュに取れないものか。さあさあ、またなんか変なカエルおるやん。これ弾返せばいいのかこれ。電気を帯びてるカエル、これで。いやダメだね、こういうのってさ。パチンコとか爆弾でやれってことだよね多分ね。近づいてて切ったって仕方ないだろうし。ビリッポ、あの、なんか名前はでも可愛いわ。リュースの中に生息する奇妙な魔物、体内の特殊な器官で電気を発生させて口から飛ばします。突き出た目で周囲をうかがい、危険を感じると逃げ出す臆病な性格。ああ、倒し方言ってくれないか。痛い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 痛
でもさ、なんかさ、パチンコがもったいなくて使いたくないんだよな。まだパチンコ使えってことか、これ。これでパチンコ使えということ。おーい、おい、あ、ピヨらせて、こういうことね。はあこうなっちゃうよな。あー、でもハートが取れる、ハートが取れるからいいよ。こんな感じで倒していくしかないのか。まあでも全滅させることが条件じゃないから、もう放置するのが一番だと思うんだよね。これも多分ね、こっちに動かしておくべきなのよ、これ。こうすることによってまた文明が栄えるというわけです。これで爆弾で岩取り除いといて、いいよいいよ。ん？やばい、爆弾が足りない。あ、これか。これは転がせってことでいいのか、これ。こういうことだよな。これでいいのかな。これいけないよな、これ。届かなくない？そうだよね、そうなるよな。どういうこっちゃ。まだ転がして奥行けってことか。まあ、ハートがね、減らないのはいいよね。これでさらに思いっきりブオーン転がして、届くか。あ、届くんだ、ストライク。あ、届く。おおなるほどなるほど。これでさらにまた転がして起動。いいねー。あー、またキババが、キデクババが。あ、これでもさ、爆弾できない？爆弾ドーンで。あ、ほらほら、なんか食べようとした。なんかちょっとえげつねえ殺し方しちゃったわ。ごめんね、なんかこれで、あ、ごめん、なんかごめん、ちょっと後ろになんか爆弾取ったんですけど、ドーンで。あ、これ起爆しちゃうか、起動しちゃうかな、また。あ、また起動した、また起動した。やばい。違うんだ、俺は。ただ、お金を取ろうと思っただけで。おい。こんなところに人間とは珍しいけどね、お前、時空石に興味があるのか？これで、あ、待て。また俺のクソダサ虫捕獲タイムが始まる。こんなダサいとおりか。ゲルド・オニヤンマを一匹捕まえた、その副眼はルピーよりも綺麗で羽は透き通ってガラスのようだ。ゲルドか、ゲルドってところがね。ゲルド砂漠ですよね。ガノンドロフですよね。ああ、またこれも爆弾投げれば OK。 バクーン、これいいね、これ楽だわ。いい倒し方だわ、これ。グロいけど、倒し方グロいけど。これで乗って先進めということで、そう、岩も取り除いたからね。これで朝の中央線も山手線も大丈夫だわ。人身事故じゃねえから、通勤ダッシュには問題ない。あー、ここかー。ここラネール連石場でしょ、ここ。ラネール砂漠に到着。ここは急激な砂漠化により地質が大幅に変化しています。広いんだよね、ここが。あ、なんかでも奥にスカイウォードのマークあるよ。スカイウォードシーンで踏み込むと飲み込まれる竜さんも多くの点在を確認。不足危険度 30% 上昇。危険回避のためプラスで地図を見て地形の確認を推奨。広いのよ、めちゃめちゃ。ゼルダ様はここを進まれたと推測。先ほどの情報の通り、ここは危険なエリアであることと、オルディンでの行動の真意を確かめるため一刻も早い合流を推奨します。そうだよ、また遅いって言われちまうからな。
広いわこれ。まあでもフィローネの森もね、まあかなり広かったんですけど。こっか、ランネル鉱山。よーし、行くぞ。まず何していいかわからんが、もう手当たり次第にとりあえず行くしかない。で、モニュメントをね、見かけたら一応調べておくと。とりあえずどこ行けばいいのかって話ね。呪しとかもつけたいよな。まあでもどこ行っていいかもわからんし、まあとりあえず。なんかエスカルゴンがいるんですけど、それはお前のからかぞい。おーい、しびれるし、あでもそっか、なるほど、ピヨったところに、なんか壁とかにぶつけさせてピヨったところに、あでこの上に乗るとかさ、なんかあった気がすんなこれ。なるほどな。だからこうで、ピヨったところに、なるほどね、いいね、いいね。でお金も手に入るからいい、それはいいっすよ。これ何なのマジで、これ手に入るアイテムによるってことかなこれ。どこ行きゃいいんだろう。とりあえず爆弾とか、おこいつがこの中にいるってことは、これか、これが多分その文明をまた戻すやつだから。上か、困ったな。そうか、この上に行って、あーまあ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 、まずね、まずね、先に進むとかより、俺はもう宝箱だから何よりだね。これタンブルウィードを手に入れた回転草ともよ、この草は固く乾燥していたのか。あれでしょ、なんか西部劇の映画とかでよくコロ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 転がってるでしょ。最初ゴミかと思った俺、ゴミだと思っちゃいました、すいません。それかなんかちょっと美味しそうな料理かと思っちゃった。こういう料理あるよね。タンブルウィードはラネスルバクのように時々地面を転がっています。材料として一般的に使われており、無数の意味で取る。あ、また俺がダサい感じで取らなきゃ、ブン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 って感じで取らなきゃいけないのよ。で多分これだろ、こっから投げろっちゅうことちゃうん。いける、あ、いけそういけそういけそう。こうして、おい、こういうことでしょ、ドカーン。はいはいはい、あこれだけ違う、ここからの飛び乗って、こういうことか、これで起動させろってことじゃないのこれ。おい、ちょっとあのゴルピーもったいないけどしょうがない、これで起動だ、ドーン。あーでももう一回投げればいいのかな、これで、へい、なるほどなるほど。で爆弾花は近くにあるから全然補充できるし、よかった、補充できる感じがあってよかったわ。なるほどなるほどね、なるほどね。あ敵も復活すんのか。まあ待てや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 、テクノボコブリンテクノってるんだね、テクノっちゃったんだ。古代の高度な文明から生まれた危険な武器を持つ棒、確かにこれはテクノだね。その武器の電気に触れてしまうとしびれて動けなくなります。草は当時のボコブリン族の流、あそう流行に乗ってるね。ちょだからちょっと古い感じがあるのね昔のボコブリン、昔の流行、へそ出しかよ、ノーサンキューだわノーサンキューなんだわ。これもさ爆弾で助けてけろ、わかったわかった、助けるけろよ、助けるけろよ。ただね、ただね、爆弾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 を、爆弾を投げたいけど、爆弾を投げればドーンで、爆弾を置けば、あこれで、爆弾を投げまくればいいわけよ、こうやって。あ、違う、ダメ？離れるのか。あ、戻った！戻るっていうこともあるのね、これ。これで一回離れさせるっていうのありだよね。おぉダメだよこれ、しびれるような、難しいこれ。なるほど、あー違う違う違う、むず、下から、いやダメだ難しい、違うダメだダメだ、すげえ難しい、一発一発を大切に。はいはいはい、オッケー、ちゃんと一撃一撃を大切にしなきゃいけないわけよ。で俺もう一体は俺が無理やりエリア範囲外から出したわ絶対やっちゃいけない攻略法やったような気がするけど、
あ、テクノボコブリン強えわ。へそ出しボコブリン、やりやがるな。いつものようになんかブン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 振り回してなんとなく勝つとかができねえわ。で、助けたケロよ、感謝しろケロ、助かったケロ。もう少しでやつらに電源抜かれるところだったケロ。ん？お前ビートル持ってるけど、それはラネール製の。あ、そうなの？俺のビートル？助けてくれた俺にお前のそれ改造。嘘！そうなの？やったー。まさにまさにミニ四駆みたいじゃん、改造って。お前しかもこんな早く。フックビートルに改造してもらった。ハサミが大きくなって物を運ぶ。なるほど、物を切ることもできるし運ぶこともできるんだ。だから爆弾を運んでとかそういうことができるわけよ。 Z をして見下ろしながら運んでいるものを投下することができる。ハサミの、だから爆弾を持って投下するっていうことか。すげえ、爆弾投下ってことは、まずそれ、まさに戦争だよこれも。すげえかっこいい、まさに戦闘機みたいになるってことだねこれ。できんじゃね、フックビードルで飛ばして。わあすげえ、そういうことか。これで Z で見下ろして、お、あ、そう、あ、なるほどね、なるほどですわこれ。だからこれでこうして見下ろして没収と。なるほどなるほどなるほど、楽しいわ。やっぱビートルがすげえ俺のテンションを上げてくれる。ビートル楽しい、とても楽しい。